いかがお過ごしですか？支配人です。ちょっとした思いつきで復活させてみたラジオのようなもの。支配人の部屋、トークウィズリプレイヤーズ。リプレイヤーたちが今何を考えているのか、皆さん以上に私が気になってしまい、また始めてみた次第です。本日もお耳を拝借いたします。第12回のゲストは、こんにちは、和紙の水人です。最も大人なリプレイヤー水人に来てもらっています。よろしくお願いします。ものは言いようですね。33歳、最年長リプレイヤーです。よろしくお願いします。私も結構な大人ですから、今日は二人でじっくり大人の会話を楽しみたいと思うのですが。なるほど、いいですね。さて、何を話しましょうか。いや、そんなこと言われても。今日はそんな大人な水人の本音を聞かせてもらえたらと思っています。わかりました、何でも聞いてください。では早速参りましょう。改めまして、自己紹介をお願いします。和紙の水人です。よろしくお願いします。やはりいい声ですね。 ありがとうございます。いつもそう言ってくださいますよね。リバイバーの皆さんもそう思っていると思いますよ。低くてセクシーなその声は、他のリプレイヤーにはない水人の大きな魅力です。なんだか照れますね。にゃにににに にょって言ってもらえますか？なんでですか？そんなにセクシーな声でにゃ行の発音をした人は未だかつていないと思いまして。どうしても言わなきゃいけませんか？はい、どうしても。じゃあにゃにニュニャニョ。素晴らしい。いや、やっぱり何なんですかこれ。それはともかく、まずはセカンドボーティングの結果について。惜しくも2位に終わり、ファイナル進出は果たせませんでした。はい。今の率直な気持ちを聞かせてもらえますか？そうですね、終わってみて残念とか悔しいって気持ちは、結果発表の瞬間は確かにありましたが、それよりも今はやりきったっていう感じです。俺はとにかく必死にやる以外なかったので、だから後悔とかなくて、今は安堵みたいな気持ちが強いです。中間投票ではしばらく1位を維持するほど多くの支持を集めました。最初は正直信じられなくて、俺ファーストボーティングで最下位だったじゃないですか。だからセカンドが始まる前は、勝ち負けよりもただ自分が納得いくまでやりたいって思っていたんですけど、1位、中間発表といえどすごく嬉しかったですね。応援してくれたリバイバーの皆さんには本当に感謝してもしきれないです。セカンドボーティングの最後には不思議な現象が起こったらしいですね。そうですね、ずっと何かあると嫁にメールを送ってたんですけど、亡くなった奥さんのアドレスに、はい、未読のメールが溜まっていくだけなんですけど、自分にとっておまじないみたいな、そういうものだったんですけど、それがセカンドボーティングの佳境っていう時に全部のメールに既読がついて。奥さんにメールが届いたんでしょうか？わからないです、ただのバグかもしれませんけど、でも俺は見ててくれてるんだなって思いました。だから最後まで必死に頑張れました。そしてセカンドボーティングを終えたこのタイミングで、皆さんには7人組のグループリフラップとして活動していただくことに急遽決定いたしました。
今の心境はいかがですか？いいと思います。ファーストボーティングの終わりの時もインスタで言いましたけど、このオーディションでいい仲間に巡り会えたっていう気持ちがすごく強いんです。だからリフラップがグループになるなら俺は嬉しいです。やりきったって思ってたんですけど、時間が経つとだんだん残念だなっていう気持ちも出てきたんで、俺にも翼は生えてるんですよね。ええ、生えていますよ。だったらまだまだ頑張りたいです。なるほど。さて、グループとしてリフラップのセンター兼リーダーを決めるファイナルショーダウンが間近に迫っています。水人は残念ながら参加できませんが、誰が勝つと思いますか？それは自信を持って分かりませんって答えます。去年のプレボーティングからファーストもセカンドも、とにかくいろんなドラマがあって結果も様々だった。このオーディションは何が起こっても不思議じゃないと思います。4人とも悔いのないよう戦ってほしいですね。ここでファンの方の質問にも一つ答えてもらいましょうか。奥さんののろけ話を聞かせてください。プロポーズの時の話とか、奥さんの好きなところとか。なんでこれなんですか？リバイバーの皆様からの要望が大変多く、俺も嫁も仕事がめちゃくちゃ忙しかった時期に久しぶりに二人で会えて、死ぬほど酒飲んだ時に俺からプロポーズしました。仕事もあんまりうまくいってないし、音楽の道についても未練タラタラだった時に、あいつと何も考えずにくだらない話ばっかして、気がついたらあっという間に時間が過ぎてて、ああこいつと一生一緒にいられたらきっと楽しいんだろうなと思ったんで、勢いでって感じですね。ほう。でプロポーズの言葉は？すごく酔ってたんで全然覚えてないです。一生かけてお前を守ると言ったそうですね。なんで知ってるんですか？それは秘密です。ではそろそろ締めようかと思うのですが、最後に一言リバイバーの皆様にメッセージをお願いします。はい、いつもいつもびっくりするくらいたくさんの応援本当にありがとうございます。今度はグループで7人で、そして何よりみんなと新しい景色を見たいと思ってます。どうかこれからもよろしくお願いします。水人、どうもありがとう。それではまた次回お会いしましょう。ごきげんよう。